これがポポは先制ゴールに続いてのシュートという柏です。柏のシュートが3本、アントラーズはまだ野沢のシュート序盤の1本だけ。あ、今コーナーキックを蹴ろうとしたアレックスに鹿島のサポーターの旗が当たりました。アレックス倒れています。あ、ここです。この旗が当たってアレックスが倒れて、ホームの柏ファンは大ブーイングです。これはちょっといけませんよね。そして石崎監督は大谷指示。ちょっと後ろからあの鹿島のサポーターの旗のポールの部分が当たりました。その間に両チームの選手は水分を補給しています。ようやくアレックス立てそうです。ちょっと一瞬騒然とした雰囲気になりました柏サッカー場です。先制点を挙げて息上がる柏レイソル、そして柏のサポーター、一方先制された鹿島のサポーター。まあ今日の柏のこのスタジアムは本当にこういっぱいのお客さんが入ってますし、はい、非常にこうピッチとスタンドが近くて、いい雰囲気なんですけどもね。ようやくアレックスが立ち上がりました。まあ大丈夫そうでよかったですね。あ、当たった旗はその場から撤去されました。これはスタンドも含めてここから熱い戦いになりそうですね。1対0ホーム柏先制。切りません切りません。あ、ゴールライン待っています。コーナーキックです。もう一度です。今度は逆サイドです。あ、今度は旗を当てるなよという形で柏サポーターの大ブーイングでまた旗が向かっていく。あ、これはいけません、これはいけません。今コーナーキックの近くの方にわざわざ旗を持っていきました鹿島のサポーター。あー、ちょっと荒れ模様の試合になってきました柏サッカー場。